皆さんこんにちは。本日はこちらのビオラを使ってドライフラワーを作っていきたいと思います。それではまず材料から準備していきます。押し花を切るためのハサミを準備します。そしてこちらはシリカゲルです。タッパーにシリカゲルを移したものになります。シリカゲルは湿気を嫌いますので、しっかり蓋の閉まるものを選んでください。それでは方法です。お花をカットしていきます。カットする場所は萼のちょうど下のあたりをカットしていってください。そしてシリカゲルが入っているタッパーにお花を並べていきます。お花がシリカゲルに埋まるようにしっかりとシリカゲルをかけていきます。なるべく花は重ならないようにしていきます。そしてしっかり蓋をします。約1週間経つとこんな感じになります。ピンセットでお花を取り出していきます。お花は非常にパリパリになってますので、取り扱いには十分気をつけていきます。これなんかとても綺麗にできています。少し雑に扱うとこんな感じでお花が破れてしまいます。はい、というわけで今回はシリカゲルを使ったドライフラワーの作り方を紹介していきました。このドライフラワーを使って次回クラフト作りに挑戦していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。